Welcome back to Slow Sprint Channel on YouTube. I'm Crush Breaking, and we're gonna play some more Yakuza 0. Stop by the market real quick. Get some healing items. I don't know if we can, though. I think that's a different type of shop, though. Yeah. It's for women's clothing and stuff. I like to dress up like a woman, what the hell? いらっしゃいませ。Oh, okay, that's good, good. I like to buy a bat. That part breaks though. ありがとうございました。Come on, Doogie. Oh boy. Oh.Damn. I don't know what that is. Let's just try it just real quick. I don't even know what that game is. You won't even know what Shogi is? Super tape bag, what the hell?行くで。I'm done.Sorry, old man. I have no idea what I'm doing.I don't really read Japanese, so... Well... I don't know, will we find it this way? Nope. We're probably gonna find, run into one of those a-holes that like to shake you down. Please help me. Sure, as long as I get my... Get out of my face or you'll need crutches. Alright, shut the hell up. Damn! Look at this dude fight. I thought I was gonna need crutches, bitches. Why do you knock yourself out? You know, take it easy on yourselves. Thanks, dude. Dudettes.
course you are, sorry. What a bunch of this is. That's the what chapter are we on now? I don't know. Ain't no mad as that is. Doggy. People love their doggies. Inside Majima. Eye patch man gonna wear some glasses. いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すみません。ただいま満席でして。少々待っていただいても構いませんでしょうか。かまへん、待つ。ほんま、すみません。そしたら、こちらでお待ちください。よろしければ、お飲み物もお持ちしますが。ああ、そんな気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。See how they bow? That's a whole lot better than shaking hands. Taihen, お待たせいたしました。一名様、ご案内いたします。こちらへどうぞ。Or some piss boy job. Probably so. 失礼します。タカコです。Hey, baby. おお、こらえらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。タカコちゃんは何が趣味な？うちは最近スキーにハマってんねん。
週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いね。誰か買うてくれへんかな。Of course you need someone else to buy it for you. 逆に貢いでもらうつもりないやろ。そうなん、優しいお客さんおらんもん。ナナ、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああ、せや。サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さん行けずやわ。ええもん、自分で買うから。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。さあ、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あー、せやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。今日はまたえらい混んどんな。毎日こない繁盛しとるんか。まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます。ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい、今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな、支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。
ミサンナカクライサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。He'd be pissed. ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。これはこれは山形はん。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの。ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやな。さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察。それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私を？俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。まだ実は今オデッセイは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど。こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の1番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵っ子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。
覚悟はええな。好きにせえ。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさ。ほな。Oh, we got the chick. Well, we got their girl, their best one. At least for now, at least it seems that way. 本当ですか？ああ。なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。Yeah, but can we be outside that phone booth just so we can see? I know. Save the sucker. Anyone knows how many chapters there are in this game? You can let me know. I think we were able to get in there. We need to buy some stuff, healing stuff, so he doesn't get his owl whooped. Oh, he's comforting somebody. So what is this? Are you giving you anything to drink?Oh, that's the same. What an idiot I am. Move, move. How much? Damn. She looks good. Yeah, gotta beat that ass. That way it went.Again. So why the cops never show up? Because you're beating your ass. Ow, you hit me, bitch. Hit him. Teach him a little lesson. I'm beating up your friend, you don't hit me. It was pleasure kicking your ass.Love Venus. Ooh, what you carrying? What you selling? Well, I'm really Japanese. Uh-oh. Huh? Oh, not one of those guys again. Yeah, who cares? We don't gotta check it out, dude.Very white thing to do. Oh, damn. Why did he put the head out like that?Who cares? Yeah, it's true. Let's go away. Set.
Oh, I get it. This is gonna teach us how to use a weapon. Oh, he's dead. Oh, he would be dead. That dude would be a corpse. Ain't no way he can survive that. Oh, dude. So you learn how to use a weapon just by watching someone, eh? Now we can buy weapons. We were talking smart before. Oh, you beat him with a stick, all right. Huh? Huh. What dealer to beat, well? Huh. This is gonna be hard. Unarmed. Switch thug star. Finally. Oh,
Seriously, old man? You're beating up his ass. Well, let's see what he does. Hi. Oh, she's cute. That better be good. Your food better be good, Dukiho. Oh man. Okay, that would look good though. Who cares? Oh, the doll girl. Hey, little one. I guess we gotta come back later or something. Oh.
Uh-oh. She's cute. Oh, you want my shoes, huh? What the hell? All right. Niyate? Got no interest in women. Why? Well, you could have said that. I knew that's what she wanted, though. your father's an a-hole. Well, if we might have to go, in the alley or somewhere, a nice hotel room, have a little fun and get to know each other, a little bit. That's gorgeous, Sharon. What got her name? That's how it'd be fun.
Oh, Coco King. I'm going to English on this for part of it. Oh no. I'm not gonna remember all that though. Another 6 months in Dennis. How about I say these two? I'm a Yakuza. That would be so funny.
so cute. I was gonna say that nobody's watching this. I kinda like rubbing my balls against her labia while I'm pounding my penis in and out of her vagina. Balls on your labia later. Back and forth. My penis up and down, in and out. I'll find a save point too.
I'd like to be a real one, though. Money? What the hell? That dude wants to go out with him too. That is too funny. Save and then upload. Yo, lady. Damn. Hey, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe and share. Watch my other videos and check out the description for links to my website, where I do sell ebooks for 99 cents and I sell merch. Thanks for watching.